練習を終えて母の見舞い病院に向かった。そこで母に言われた、プロ野球選手になりなさい。母との約束を守るために、父と練習打ち込んだ。高校1年生の時からレギュラー勝ち取って、大学リーグでも打ちまくった。打率3割3分4、季連続全国大会に出て日本代表キャプテン。そして迎えたドラフト会議、阪神4位指名馬野龍太郎。